第44回アフター311霞ヶ関の中心で愛を叫ぶ、始めます、どうも、44回やってます。ね、今坂の上の方ではとても大変なことになってますから、とりあえず坂の下でも、エールを送ります。吐けば消されちまう地デジはやらない国会中継強行採決も移さない日テレも富士も言わない BS も CS も真実を知れるのはで先生になったら黒のリムジン利権や肩書き捨てたくないぜなりふり構ってなんかいられない声がでかけりゃ大丈夫守れないマニュフェストだって人間は忘れる生き物だものロックンロール依存症ロックンロール依存症本当のことを言いたいけど触れただけでもしょっぴかれる本当のことを聞きたいけど触れただけでもしょっぴかれる難しくてつまんないカタカナ用語でそれっぽく騙す国民の命を売買する取引は絶対バレやしないさだってマスコミは全部買収済みだぜあんまりうるさいのは自殺に見せかけろロックンロール依存症ロックンロール依存症ロックンロール依存症皆さん、いやね、これから我々はどうなっていくのでしょうか。みんな、本当のことなんか言えなくなっちゃうんでしょうか。
か自然の人々なのか分かりませんけど大丈夫ですかね。その辺にもある道端の石、何の変哲も特徴もない、だから磨いてもお金にならないよ。君の見たまんまただの石ころだ。隕石でも化石でも遺跡でもないし、何の歴史も深くもない、だから集めてもお金にならないよ。役立たずの石、ああどこにでもある石、ああ石ころの分際で、ああこの石ころ風情が、角度から検証してみても結論となるのはつまらない石、何の御利益も功能もない、だから拾ってもお金にならないよ。踏んづけられても手も足も出ない、転がされていく道端の石、角が取れても新しい角になるだけ、角張るばかりで丸くなれないよ。ああ役立たずの石、どこにでもある石、石ころの分際で、この石ころ風情が、俺は見た通りのただの石ころだ。その辺にもある道端の石、何の変哲も特徴もない、だから磨いてもお金にならないよ。すごいですね。みんなどう思ってるんですかね。
この霞ヶ関界隈歩いて、もうこの近辺で、ね、とんでもない法律が決まろうとしている、ね、みんな知ってるのかな。このそばにいてもわからないのかな。なんかねすごいですね。わからないとしたらなんだろう。まあね、ね、テレビではなかなかね放送しないよね。いやすごいですね。すぐそこで坂を上がったところでもう決められようとしているね。すごい。それをなぜわからないのか。いやすごいですね。いや素晴らしい無関心で。
아니요, 불가라. 가. 練習でやってみようかな。 아, 練習で。 はい。 え? あれですか? 早いかな。 もう一回またやればいいんじゃないの? え? もう一回やればいいんじゃないの? もう一回やろうかな。 ちょっと練習でいきます。 新しい差別と変えただけ。 歌詞を間違えましたね。歌詞をもう一曲練習でやっとこう。
消費増税 8% 比べ安倍総理イカれた総理汚染水コントロールしてるよ TPP 正規守るよって言ってる全部ホラフィじゃん詐欺師もみんな呆れてる針千本でも足りねえ安倍総理安倍こべ何やっちゃってんの特定秘密とかふざけんなねじれ解消図に乗るなこらべ安倍総理国売る総理総理大臣というよりもアメリカ国軍の独裁者ナチスを真似た独裁者北朝鮮を笑えない法律ばっか決めていく安倍総理腹いた早くやめちゃえよ安倍総理早く総理クリストルの舐めてんじゃねえおもてなしの裏が知るての安倍総理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 のの総理の安倍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 総理ニッチもタッチもどっちもブルドーグニッチもタッチもどっちもブルドーグニッチもタッチもどうにもブルドーグニッチもタッチもどうにもブルドーグ安倍総理の安倍総理の安倍総理の安倍総理うわうわうわおいいねいいねブルドッグがこれ使えるねこの場で作りました今あなんか、うん、そうですね今日はなんか何え枝野さんが司会じゃなくてなんかやってんでしょ知らないやったとかなんかさっき言って俺もよく分かってないんだけど知らない枝野久しぶりだねうん久しぶりだねまあやめとこまだうん、あんま静かな歌を歌う気分じゃないなああそうだね怒りモードが熱くなってきちゃったああ脱ごうかなどうぞええどうぞ脱ぎますはいお色直し直しちゃうよ。お色直しちゃうよ。あ、ダ族じゃなかったえダ族じゃなかったダ
してる。こっちはそれより大ごとなんだぜ。やっぱりこれは普通じゃない。居心地が悪いのは天井が低いのか、居心地が悪いのは建て付けが悪いのか。政治は勝手にやってくれ、それどころじゃないんだ。この頃憂鬱になっちゃうよ。何を食べても味がない。居心地が悪いのは日当たりが悪いのか、居心地が悪いのは風水がまずいのか。朝からうるさい子供らの泣き声は今日は聞いてない。静かなはずの週末もブツブツが痒くてたまらない。居心地が悪いのは水道がやばいのか、居心地が悪いのは一体どんなわけだ。ハンズにも金属バットは置いてない。大人になったら誰だってピストル持ってる時代だぜ。居心地が悪いのは隣の芝が青いのか、居心地が悪いのは俺がまともじゃないのか。居心地が悪いのは居心地が悪いのか、居心地が悪いのは居心地が悪いのだ。
ないと預言者どもが勝手に言いやがる死にざまぐらい世の中のためにと言い出すけれどあんたのためにだろう戦場に向かいたくなんかないよ物のように扱われて Yeah! しやすいとこって可決したんですか。いや一応その、見送りにはなってるんだよね。見送りになってんだ。解雇しやすいとこはね。でも特区戦略特区は戦略特区はあるかやってから。そうか。一応その、じゃあ知らないうちにやられてるかもしれない ね。犯罪増えますね。消費税 8% だって犯罪また増えますね。仕事に敗れてポケットテレビじゃお昼のワイドショー昨夜の餌食はジョギングママいつものコースで狙われた星は上がったけれども理由は照らされないファミコンやもう飽きたそろそろ我慢の限界だあんたも新しいゲームのターゲットを探しに行くのかい土曜の晩街に出ればそこら中でまだカーニバル強気になった酔っ払い目が合うだけで絡んでくる鬱陶しい夜だ俺も風穴を開け
み込んやもう来た、そろそろ我慢の限界だ。あんたも新しいゲームのターゲットを探しに行くのかい。 Let's go。うまい言葉にだ、うまい言葉にだ、こ乗せた忘れた。あ、そうだ。うまい言葉に騙されていつも貧乏くじだ。安心を買ってる奴らの借金はどこにのしかかる。本当のことを言ってくれ、とぼけたセリフじゃなくて。ああまた日が落ちる、約束の明日はあるのかい。まともでいるにはどうすりゃいいか忘れそう。ファミコンにゃもう飽きた、そろそろ我慢の限界だ。あんたも新しいゲームのターゲットを探しに行くのかい。ファミコンにゃもう飽きた、そろそろ我慢の限界だ。あんたも新しいゲームのターゲットを探しに行くのかい。シャラララララシャラララララシャラララララシャラララシャララ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 ラ。
帰れますように、あの子の無事を虹に願いを、せめて願いを、だからはしごみたいに雲を切り裂いて降りてこい、天使のはしごみたいに太陽よ降り注げ、もう恵みの雨だの望みもないけど、今日の雨も最悪だろうけど、もしも晴れ間が出たなら虹が見えるかもしれないぜ、知れないぜ、かも知れないぜ、yeah、 虹に願いを、せめて願いを、虹に願いを、せめて願いを。